疲れ。お疲れ。もうやんなっちゃってきた。やんなっちゃってきましたね。なんだ。きつすぎるね。疲れた。破天できたのってのはまずなめもあ。ドン曲がもう張っちまったのがついてなかった。あれか、ちょっとイーマンぐらい行かせてもらいたかったな、ね、イーマンは絶対行きますよね、うん、行きますよね、あれはちょっと行っちゃうよ、イーマンは、ね、まあ3品もまあ1人取ってるかーって、ね、行ったらまあもうイーマンはイーマンは止まらないから、絶対止まらない、3品で止まってるかどうかですけど、そうそうそう、それだけでも3品は行っちゃうな、うん、でもイーマンも3品を圧倒的に切りやすいからね、うんまあ次何かやばいの持ってきたらやめるつもりではあったけど、うん、まあだからリーチはしなかった、確かにちょっとやめとったらいいかな、ね、きつい、きつい、あの曲が一個難しかったのは親でサブロピとカンローマとスッチストのシャンテンだった時だったじゃないですか、シシシシゴスーピンカンリーチ受けてカンローマンを拾える手はありましたね、スーピンカンするかソーズ切るか、うん、マンズ切るか、うん、あれが一番難しかったなと、うんサブローピン、リャンメンリャンメンだもんね、うん、もうリーチ入ってるからめくり合いで勝てる方にしようと思ったんですよね、うんうん、リーチ入ってなかったらかなり感想ね、うん、あれね、うん、あれも難しかった、そっちの方が勝負に勝ちやすいかなと思って、うん、打点は下がるけどね、うん、上がりやすさは、うん、上がりやすさ重視で、うん、まだテンパってもないし、うんうん、そしたらね、あんなことになっちまって、まあ、でも結局上がれてないですよ、うん、関してたら上がってたんですか、うん、ローワンスソーで上がりがあったら、嘘スソーで上がれて、ああそう、関して、うん、ああそうか、あそれぐらいピンズだけね、ああ関は上がりがあったけど、他はあんまその場で関すること考えてなかった、まあ三択、まあ、G1 が普通かーって、まあ、ゲットの捨て牌がよく分かんなかったですからね、うん、まあ、普通に枚数で行った方がいいかなみたいな、うんうん、やめんやめんでめくりあったらいいかなと思ったんですけどね、でもトン2曲で本当はスワンコ被ってるから、なんですか、それは殺してるから、ゲットさんがまあ暗号から1個切ってチートイの方向に行ったら、あ、聞いてたと思った、ツッ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 、つかなさすぎ、1万2000報じて1万6000もやっかぶってもう飛んで飛んでるから、うん、マジでマジ飛んで飛んでるから見逃されたし、うん、やったと思ってもう一回もう一回いやでも転売で惜しかったんだよな、まあ、破滅も消えちゃうからね、どうなんだろう、いっぱいもいかないのあるの、残ってる廃棄すぎるからまあやめても良さそうな、結局その後も何回行かなきゃいけないもんね、まあ一応リーチだけして積もった時裏見えるなと思って、うん、テンパったらどうなんだろう、なんかちょっと無理しちゃったかな、なんかまあ打っても別になんか親でされればいいかみたいな、まあ、その、まあ、羽根マンとはねなかなか思わない、まあ